はい、皆さんこんばんはということで、今日もやっていきましょう。子育て日記14日目ということで、今日は1月の23日の土曜日ですね。そして現在の時刻が、夜の10時40分ですね。今日中に投稿できるかな。いつも瀬戸際で頑張って声取りして編集をしてるんですけど、今日もまあ元気にやっていきましょう。はい、ということで、今日はね、一番最初に開けた時には2匹はまだ眠っていて、1匹がね、ほら今ちょろちょろちょろって逃げてったでしょ。左の奥の方に入っていったんですけど、あのね、本当に活発に動き回ってて、今日もね、皆さんすごいですよ。なんて言ってね、毎日言ってるんですけど、でもほら本当にもう結構割と自由にお散歩してるんですけど、結構さ、こうやってね、しょっちゅう戻されてる姿を見ますね。うん。さあ、で、ここからご飯をあげていくんですけども、今日のご飯はね、ハムスター用のご飯のペレットをちょっと水でふやかして、水じゃない、お湯で ふやかして柔らかくしてあげましたね。これ初めてあげてみるっていう感じで、あとはまあ、大体同じかな、野菜とか、タンパク質。あ、でもお魚を今日はね、子供たちの方にも、もう細かくちぎって、まあ粉っぽくまぶしてあげてますね。さあ、そんな感じで、ご飯をあげていきましょう。ほら、最初はね、2匹とも寝てたんですよ。でもこの後ね、起きてね、また最終的にわちゃわちゃになるんですけど。ハムゴンもね、ゆっくり、食事をとってますね。今しかないからね、この食事ゆっくりできる時がね。まあお母さん頑張ってますから、本当に日々ね。はい、ということで、かわいいね、こうやってアップにするとさ、もうなんか右手もわなわなしてたしさ。あ、人参食べてます。あ、一匹起きてきた、起きてきた。そう、こうやって起きてきてね、これ何食べてるんだろうな、最初。なんだろう。キャベツ、あ、ささみかな、ちょっと見えないな。あ、ささみっぽい。キャベツかな。まあでもなんか食べてますね、パクパクね。で、やっぱ体の大きさがね、ちょっと、わかるようになってきて、今若干右の子の方が大きいですもんね、このお皿に乗ってる子ね。体がちっちゃい子もね、頑張ってご飯をまあ食べてほしいところではあるんですけど、まあでもこうして、3匹とも、ほら、起きたしね。3匹目起きましたね。ご飯を食べているし、ご飯食べ終わった後にね、お腹見てみると結構ポンポンに張ってるんですよ。そう、だからまあ3匹ともしっかりご飯は食べているなっていう確認はまあ取れているのでね、まあ大丈夫かなとは思うんですけどね。さあ、ハム子が、もう心配でしょうがないから、ほら、もう布をさ、お母さん雑よ。雑なのよ、お母さん。一匹子供がさ、ご飯食べながら、布にまみれちゃってましたからね。さあ、でもさ、ほら見て、たくましいでしょ、これ。布をさ、自分の力でさ、おいやっつって、どけてたんですよ、今日。そう。日に日にね、たくましくなっていきますね、本当に。かわいいな、手前で二人並んでなんか食べてるな。もうさ、ほんと癒しなんだよな、この時間が。あ、キャベツ食べてるね。あ、来た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 、お母さん来た。厳しいお母さんだな。いや、お母さん大変なんですよ、本当に。もうさ、だんだん日に日にね、自分の巣から出てきちゃうもんだから、もうこうして一生懸命ね、ハム子がね、お母さんやってるんですよね。ただね、ほら、やんちゃ坊主がね、もうトイレ入ったりとかしててね、お母さん気づいてないんですよ、これ。で、手前にいた子が、部屋に戻されていくんですけど、トイレに入ってる子はね、しれっとこの巣からね、脱走してるんですよ。これがね、めちゃめちゃ可愛くてね、今日ちょっとこれが本当にツボでしたね。なんで気づかねえんだよって、見てて思ってたんですけどね。
いやまあ、微笑ましい風景ですね。一人はトイレの中でしれっとサボってますけどね、毛繕いしなんかしちゃってね。はい、ということで、14日目、いよいよ明日が最後になりますけど、子育て日記のね、映像になりました。もしよかったらね、チャンネル登録をして、動画をお楽しみいただけたら嬉しいなと思います。ちなみにこれ最後、しっかりと連れ出されて巣に戻されてました。かわいいな。いや、お母さんちゃんとやってますね。はい。ではまた明日の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。